ほすみ発生だわフェルナンド・コチュリト・モンティエ世紀の一戦のゴールが鳴りました。国内では初、世紀防衛戦。今回はチャレンジャーですが、日本未公認 WBO という団体の世界チャンピオンは左のジャブを放っています。さあ浜田さん、はい、立ち上がりどんなこう名刺等を見せると思うんですね、うん、パワー面、そしてスピード面、そしてタイミング面、まあ、今見てると一ラウンドはあ、ねまあ、ジャブもしっかり出てますからね、はい、このラウンドなかなかクリーンヒットないラウンドな2週間ほど早く減量を始めました。ですから飯田さん、順調に減量は進んだようですね。そうですね、本当リングに上がると足がつるような状態になっていたそうですが、今回は水を飲みながら。浜田さん、これ長谷川の足の運びはどうでしょう。いや、いいんですけどね、今長谷川がボディ打ちに行ったところ、モンテールが左も、あ、左、長谷川の左、同じモーションで打ってきますからね、はい、左を振ってきます。この左は世界戦が19打目の長谷川右の振って、今の会場いいですよ、いいクリーンヒットが入りました。握ってきました、まあ、ただですね、このモンテールがですね、はい、長谷川が打ってくるであろうというのは予想してますからね、この選手10年前から見てますけどね、はい、危険を小打ちで打ってくる、打っていく選手なんですね、ただ追っている部分ありませんか、長谷川チャンピオン。いや、誘ってるのもありますけど、お互いがもうこれでもか、これでもか、ました、当たってはいませんけど、この姿勢はいいですよ、はい、モンテールを右で誘いよ、ラウンド中のフラッシュを使いましても写真撮影はご遠慮ください。試合中の選手の目に入り、選手を大変危険な状態で送る。世紀の一戦は第2ラウンドを迎えました。黒いトランクスが WBC チャンピオンのジャブを出し合っています。お互いです。飯田さん、このジャブの付き合いというんですか、はい、これも見どころ、少しずつこう詰めていく感じですね。とてもいつも以上に足細かく使ってますよ、はい、鈴木さん、はい、はお前のフェイントも怖いんだぞという指示を出していましたね、うん、長谷川が右で誘いを出して左を狙っているのに、長谷川に打たせてこようということですね、うん、打ってきたところを左フックを引っ掛けようというやり方ですよね。このようにフットワークモンテールに対しては、陣営は12ラウンド戦うつもりでいこうという確認をしました。そして動いていけ、フェイントを使え、ね、まあ、これも今ずっとジャブ付き合ってるんですけども、はい、右を出せば、まあ、利き手のパンチですね、を出せば、また右を打って右足を前に持っていって、もう一回押すやり方なんですね。トリッキーな、トリッキー派はメキシコでも7人しかいないんですが、そのうちの1人、強豪中の強豪です。まあ、いますが、ちょっと苦し紛れですか、長谷川の方は細かく速いパンチでクリーンヒット当てにいってますね、はい、これでいいですよ。モンテールが右打った場合、この決める右とですね、左、左を返すための右の長谷川の左の後、すぐ右飛んできましたね。返してきますね。だから長谷川は一発大きいのということじゃなくてですね、右、大きな右へ空を切りました。第2ラウンド終了です。45戦目でようやく WBC タイトルへの挑戦のチャンスをつかんだ第3ラウンドに入ります。白いトランクスがました。バックステップでかわす長谷川です。一番怖いのはその後の左なんですね。アッパーです。あと1つ、はい、右を伸ばしていきます。ということは飯田さん、長谷川にとって何が大切になってきますか、序盤。伸びていく、最後の連打、そうですね、打ち合う距離はもう今みたいな早い連打で、すぐ正面に立たないこというのを山下会長も言っています。それと攻撃っていうのはもちろん大事です。針は高度なテクニックです。今まで全部長谷川が頭を下げて避けてたのを見切って頭を下げるだろうとしてた、ね、避けましたね。モンティエル、さっかりの9、おっとモンティエルの顔がちょっと赤くなったということは、フェルナンド・モンティエルのボディーブローが当たっている、サイドボディー当たっているということです。右のダブルだけ警戒今、長谷川は右で誘って左ストレート、左アッパーを決めたいと話していました。みんなの左ですからね、 ですね、左のガードを下げています。モンティエル誘っているんでしょうか。右、いきなりの右、この右間合いを図っています。チャンピオン同士フェイントで中に入っていくモンティエル、ですね、コンディションも最高ですね。ですね、今日は世界最高レベルの駆け引きを見てもらいたい。長谷川チャンピオン、アッパーをかわしていきました。左のアッパーをかわしました。チャンピオン見切っています。第3ラウンド、 WBC 世界バンタム級タイトルマッチは第4ラウンドに入りました。そろそろプレッシャーがかかってきていると、ここら辺で一つボディから顔面のコンビネーションを見せていこうという指示です。山下会長面、そういうような指示でしょうね。左をボディに打っといて、右を上に返すと、顔面に返すという、お互い本当
当に入れないんですよね。入れない、入ろうと思うと低くし、カウントボディから活路を見出していこう、そんな指示です。モンティエルも長谷川と同じく元プロボクサーのお父さんからボクサリを伸ばしていきました。飯田さん、モンティエルはどうでしょう、フットワークちょっと止まり気味のような気もします。サウスポーの利点である右に右に曲がって回っていこうという長谷川です。うまく使い分けてやってるんで、モンティエルがもうなかなか今は足を使って下がった。これでパンチが出る。俺のインテリジェンスを見てくれと、俺は科学者のように戦ってやるということを言っていましたが、第4ラウンドが終わった後に採点を公開します。どのような採点になっているんでしょうか。右を伸ばす、もっと持っていけばいいんですから。大きく左を振っていきました、チャンピオンの長谷川。左のフック、残り10秒で終わった。やっと来た、やっと来た、チャンピオンライン、チャンピオンライン、チャンピオンライン、ですよね、左からですよね。長谷川バンタム級の王座は5年、 V 点でピリオド、それと1分間休めるんでですね、そうですね、もう残り10秒を切ったところから WBC バンタム級の緑のベルト、そうですね。飯田さんはどうご覧になりましたか。いやー、本当に予想通り一瞬の隙をついた。なるほど、負けるのが怖くなる、負けから遠ざかるほど受け入れにくくなる、不安だから妥協する。フェルナンド・モンティエルの左の強さというのはありましたね。分かってはいたんですけど。